朝を迎えちゃったな。なんか僕は冒険行こうと思うタイミング朝なんですよね。夜出歩いた方がいいと思うけど。ちょっと朝ですけど、冒険行きましょうか。北ですよね、とりあえず。北目指していこうか。で、近くにピンクの彗星の発生源があれば、制圧していきましょうか。とりあえずいろんなところに行って主人公の能力を解放しないことには、どうすることもできないんで。この前来たとこですね。あそこがなんか魔王の城みたいですね、あそこ。あそこにはたどり着けないかもしんないけど。ここ行っちゃうと、あれだ、すごい水分取られるとこですね。前回行きましたよね。ここ避けて他ないかな。日陰を通りながらちょっと進んでみましょうか。なんか怪しい場所だな、ここ。謎の宮殿ありますね、またあそこ。とりあえず宮殿向かいましょうか。ここ来てない宮殿だと思うんですよね。よいしょと。あ、結構朽ち果ててますね、ここ。ここも、あれか。解放できるとこですね。うん。今できないけど。あ、お墓ありますね、あそこに。よいしょと。新しいお墓。あー、これがないとあかんのか。あと一つあればいけるの。あと、封印された宝箱。あ、封印された宝箱ってルーンキーで開けんのか。あ、そういうこと？あと、ロッククリスタルとかなんか手に入ったぞ。新しいやつ。そうか、これ、そういう使い方なんだ。あ、書いてるわ、ここね。封印された宝箱って。なるほどね。あ、あとなんか、研究ノートですね。読みましょう。うん。何かをゲットした。なんかの記憶。あ、これか。あと一つあれば、アンロックできるのかな、これ。赤い花ですね。ゲットすれば、こう解放できますね。よしと。あ、あとここにありますね。泉。アンロックしないといけないやつ。あ、宝箱あるじゃないですか。開けましょう。はい。あ、ルーンキー出てきましたね。オッケーオッケー。銅とルーンキー。あと、ここにないかな、あの、花のやつ。あんまなんすか。これホワイトか。あ、レッドだ。あ、来た来た来た。これこれこれ。これをゲットして、よしよし、二つゲット。オッケーオッケー。これで、解放できますね、あそこ。お墓に捧げに行きましょう。あ、あと水がなくなった。もうこれお墓捧げて帰りましょうか。水なくなっちゃったわ。よいしょと。よし、捧げましょう。あ、夜になると。そっか。夜だ。夜まで待たないといけないのか。しまったな、水がないな。夜までここを待つ、ギリギリまで。水がやばいんですけどね。なんか水の代わりになるやつはないか。全部水減っちゃうな。あと、アンバーっていうのも手に入りましたね。よくわからんけど。あ、全部水消費すんのか、これ。レインブルーは水増えますね。食べようか。若干だけど増えるんだ。夜って何時なんでしょうね。5時は夜じゃないな。6時かな ?7 時かな、まあ、待っとったら多分また精霊が出てくるでしょ。まず日陰に寄ろう。マークがついてますよね。コンパスで表示してる。あ、いた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 。いましたね。6時が夜みたいですね。よしよし。これで、聞きましょう。オッケーオッケー。サンバースの木を4つまとめて育てる。今育ってるから、そのうちアンロックするでしょう。で、手に入れたのは、あー、ここですね。悟りの方だ。2つあるってことですね、これ。泉の水をアップグレードするか、動物の共感。泉アップグレードでしょ、やっぱり。よしよし。一旦戻りましょうか。もう、水筒、ボトル、水がゼロなんで、帰りましょう。あれ、潰していきたいけどな。潰していくか。水分今減ってないもんな、夜だから。なんとかなるでしょう。潰していきましょう。ついでに。もうすぐそこだ。やりましょう、あれ。
跳ね返す。オッケー、さあ来い。よし、あれ当たらんかった。オッケー、あと、あ、終わった終わった終わった。よしよしよし、これで解放。オッケー、よしよし、あとここら辺のも持って帰ろう。ここは岩がなんかたくさん手に入りますね。あれもやっちゃうか。ああ危ない、あれもやっちゃおう。危ない危ない、よし、これ毒に侵されるやつですね。潰しとこうか。よし、壊した。これ近くに行ったら毒を侵されるけど、まあいいや気にしちゃダメ。これで終わりですね。今水分が減らないから、今のうちに探索しましょうか。なんかないかな。なんもないか。ま、ここ岩のエリアですね。バイオーム。あと、ここ。あ、ここも開放ですね。まあ、今持ってないんであれですけど。あ、宝箱あるじゃないですか。よいしょと。余らんすか。あと、目新しいものは特にないかな。こんなもんですかね、ここ。ちなみに、ここですね。こちら辺。あ、北の方いっぱいあるな、いろいろ。あれ、こんなとこにも出てくんの？話したよね、君。あ、この人話してないわ。なんか言いましたね。接触しときましょう。うん。悟りの記憶ゲットですね。あ、二つになったな、これまた。まあ、ちょっと貯めときましょうか、これ。食物の繊維が すごい大量に手に入るわ、ここ。岩と食物いいですね、ここ。まあ、それは嬉しいけど、もう水がないからね。帰んないと帰んないと。なんだあれ？なんかいてる。くそ、水がないからゆっくりできないんだけど、気になるな、あれ。誰君？なんか読んでる読んでる。誰君？話す。あ、これか、捧げるやつって。はいはいはい、これ捧げましょう。これ言ってたやつですよね、多分。あ、来た、スピリットターだ、こいつだ。はいはいはい、獲得した。話す。あ、家まで連れてくることができんの？動物の教官で。あー、そうか、ちょっと待って。動物の教官は生きるんですよ、これ。やろうか。家連れて帰りましょう、これ。ペットペット。家、招待、招待。あ、水がない水がなかった。水がないから招待できないわ。マジかよ。こういう時水。ちょっと待って。こいつはどこにいてんだ、今。これですね。これ表示しときましょう、コンパスに。で、一旦家に戻って、水を持ってきて、で、家連れて帰りましょう。ペットペット。あさって多分6時だと思うんですよ。夜も6時なんで。だから、それまでに帰りたいんですけど、まあ、いざとなったら、この傘があるんで、なんとか耐えれそう。ギリ持ちそうな気がする。見えてきた！よし！持ち帰ってこれた。ギリだったな。危なかったっすね、水。あ、危ない危ない。あ、木がめっちゃ育ってるわ。いつの間にか育ってた、いっぱい。よし！帰ってきて、水を飲みましょう。ガバ飲みだ。やばい、持ち物がいっぱいになってきたな、これ。箱作っときましょうか、また。お迎え行きましょう。ハテナマークついてるけど、お迎え先。ペット、ペット。あ、ついでにそうだ、ルーンキーの鍵であそこ開けてなかったんで開けましょうか。この宝箱開けてなかったんですよね。開けときましょう、ルーンキーの鍵で。うん。オッケーオッケー、出てきた。あ、新しいの手に入ったな、なんか。生存書だ。読みましょう。よしよし。生存の記憶。うん、一つ増えましたね。あと二つ。じゃあ、あと三つ。増やさないといけないですね。ちょっと待って、ボトルの水が46。30必要でしたよね。
ボトルの水だんだん減っていくんだ、これ間に合うか、これ勝手に減っていくんだ、ボトルの水って。あー、やっぱボトルの水勝手に減っていきますね、これ今気づきましたわ、今頃。そっか、満タンにしててもそのままじゃないですね。日中動くと多分減っていくんでしょうね。あれ、ペットが消えた、どこ行った、さっきまで表示してたのに。ちょっと、せっかくここまで来たのに、どこ行ったあいつ何それ、せっかく来たのに消える時間帯とかあるってこと？せっかく来たんですけど。せっかく来たけどな、もう水飲むか。じゃあ飲んじゃうよ、もう。もう水ダメだ、帰ろう。何しに来たんだこれ夜かな、夜また来ましょうか何しに来たのか分かんないな、これ。水んでもう空になっちゃうしね。なんか消える時間帯があるかもしれないですね。なんか2時になったら消えたあ、ちょっと待って、これなんか障害物できそうですよ。これやりましょうか。あー、できたできた。あ、これできたけど、な、あ、湿り出したな。あ、ここで湖ができるってこと。あ、水が入ってきた、できた、水できましたね。増えてきた増えてきた。ちょっと掘っていこうか。あー、水がいっぱい出てきた。よしよし、オッケーオッケー、これで水ゲットできるな。あ、水ちょっと増えるわ。湖を拡張、あ、拡張もできますね。やりましょうか。これで今こんだけの量が増えるってことですよね。あ、増えてる増えてる、よしよし。水が欲しかったんでよかったですね。あ、ちょっとここで待っとこうか、じゃあ、あいつ出てくるまで。あ、でもあいつがいないおかげでこれ気づいたからよかったわ。ちょっと広げとこうか、これ。 OK、 ここでもう水大丈夫ですね。よし、水大丈夫になった。今6時ですね。あれ、出てこないな。お、出てこないですね。あ、いた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 。いえ、正体。はい、ペットができましたね。話す、これなんだろう。精霊の力を借りて種に生きる力を踏み込む。エッセンスがないから無理ですね。帰ろう、ついてくる。あ、ついてきてますねよしよし、帰りましょう、帰ろう帰ろう。ペットができましたね。ペットペット可愛いペットができたわ。あ、水を解放したらこのマークが出てくるんですね。はいはいはい。あ、こっち側はまた先に進めそうですよね。なるほど、そういう風にしていくんだ。いや、いいですね、ちゃんとついてきてる。よし、帰ってきましたね。ペットを連れて帰ってきたよ。あ、どこ行った、ペットちゃん、ペットちゃん可愛いですね。妖精かな。あと、これなんだろうな、ライフスパークを作るって。ちょっと集めましょうか、エッセンス集めて。ちょっと話してみよう。あ、いたいたいた、話す。あ、ついて声ができますねそういうこともできるんだ。これやってみましょうか。捧げる、捧げたけど何かあった。あ、これか、ライフスパーク、不思議な力を持つスピリッターターからの贈り物。枯れた植物を再び魂を結びつけることができる。あ、枯れた木をできるのか。あ、あれとか、これオークツリー、蘇生ってやつがないからできないな。今できないのかな。だいぶ育ってきたけど、これ木がちょっと邪魔だったりする逆に木が邪魔になってきたな。新しいフラワー手に入れましたね。これ植えましょうか。あー、ちょっと良さそうなところ、こっちにでも植えるか。よし、うん、日焼け、ピンク色の花ですね、育てておきましょう。あと、古代のどんぐり、古代のどんぐりの範囲がすごいな、これめちゃめちゃでかいんだな、これ。これ育てんの大変そうだな。
ここならいいか。病気って書いてるけど置いときましょうか。めちゃめちゃでかいんだろうなこれ。とりあえずこれこの中入れときましょうか。